make this new school year an opportunity for your kids to learn important life skills with greenlight greenlight is a debit card and money app for families where kids learn how to save invest and spend wisely while parents keep an eye on kids money habits greenlight also helps families get into their fall routine with a chores feature that lets parents assign chores and pay kids allowance when they check them off get your first month free at greenlight.com slash spotify greenlight.com slash spotify

キャラクターがいるんだって。あるんですよ。でもこれ話し始めたら止まんないから。あじゃあ今日ゲストいるんでやめましょう。うちょっと来週,に週にし来週じゃないと多分も,もたいない。来週にしましょう。う来週しようかな。来週にしましょう。はい。ということで番組ではもちろん皆さんからのメール持ち込み企画などをお待ちしています。うん、メールアドレスはもちアットマーク rkb-r.jp です。x でハッシュタグ持ち込みちっちゃいツをつけてポストしてください。ということでね駆け足ですけど持ち込み sp 最後までお付き合いください。 砂森たけてる田のあさみ持ち込み SP, 込み SP 25時半まで放送中みんなで一緒に夜更かし夜更かし朝までいっちゃいましょうどこ<う>真夜中の SP と ということで今日はですね、お話が盛り上がりそうだということで、うん、この SP トークからゲストに来ていただこうと思います。はい、では自己紹介お願いします。はい、皆、えー、さんお久しぶりです。野中ココナです。よろしくお願いいたします。お願いします。ます出演は3回目ですかそうですね、3回目。うん、一度はこの場所に来て、うん、2>, 2回目はリモートで。リモートで。はい。 参加させていただきましたねだから持ち込み SP になってからは初めてですはい。前森さんの時に2回そう,そう森さんはね、えー、いなくなっちゃったの<笑><笑>いなくなっちゃったって <laughs> 失踪したみたいなそうだからあのー 気なりなく喋ってください。分かりました。何よ何よメールがもうすっごいたくさん来てます。ありがとうございます。告知してからババーっと来たみたいです。うんうん、なんかあの皆さん驚いてました。すごいよありがとうございます。ちょこちょこ紹介しますね。うん、まあ早速、はいえー、もちろんネームマリオンさん。マリオン。はい。さん、谷さん、野中さん、こんにちは。こんにちは。今この番組ではとある事情で福岡愛が高まっていますが、ナスコと野中さんは、えー、地元である長崎愛が強いと言っていましたが。うん えー、おすすめのご当地グルメは何ですかと。うん、長崎出身の方は皿うどんとか、佐世保の方は佐世保バーガーおすすめできますけど、おすすめなんですかみたいな質問が早速来てますけど。うんうん、長崎の食べ物ですか。うん、やっぱりトルコライス。トルコライスって長崎なんですかなんか。ね、えな何に何に何がかかってるんでしたっけ。でもなんかトルコライスにはスパゲッティもあったり。うんうん カツもあったり、いろんなものが乗っかってるんですよ。なるほど。ご飯の上に。そうですそうです。お店によってちょっと違ったりする。そうですね。店舗によって違うので、味も結構違うので、それぞれ。でもトルコライス。でもトルコライスです。あれは多分あれは取ること何にも関係ない。何も関係ない。なんでトルコライスなんでしょうね。私はあの長崎といえばカンコロも 美味しいですよね。好きなんです。よんなあのなんかね、ねお餅みたいな。そうそう。お芋お餅。で切ってそれをトースターで焼いて。焼いて食べるんだ。そう。なんかリーサがね、あのまだ寮に住んでた時によくお土産で買ってきてくれて、あのカンコロもち食べましょうって焼いてくれたから長崎イコールそれみたいなイメージがある。でもカンコロ餅をあんまりこうなんでしょう。 こう上京してからもう耳にしなくなって今びっくりしました美味しくないあれ美味しいんですよ結構いや僕聞いたことないからこっち売ってないとう見ないですね物産展とかいけば売ってるんですかねありそうですけどちょあれなトルコライスそうなんですよもうスパイエーティーに勝つにこれボリューミーだどこがトルコなのいろんなところからみたいなんですかね <laughs> あなるほどあの地球界のなんかこう交易の中心だからだと東洋と西洋の交わる場所ってことですかなるほどガッツリ食べれますこれガッツリカツに、えーごね、お米にパスタにいいねあこれペロッといけちゃうんですかこれ、れ食べれます。す、えー、<ジ>すごごいいな。えー、すごいね。すごいねトルコライスと、 コということで、ね、あう<っ>もう一枚ちょっとねメールを公開させてもらおうかなと、はい、これ綱見、うんえー、さんタノさんナスちゃんこんばんは、えー、もちろんねホタテ錦さんですかねタノさんとナスちゃんはアミューズの先輩後輩で同じステージに立つことやこの番組にも何度かゲストに来たことがあるなどさまざまな接点があると思いますが。うん 他の大先輩から見てすご、大付けてくれたおー、ナスちゃん成長したなと思う部分やエピソードがあれば教えてほしいですなんでナスちゃんですかココナーのないや、なんかもともと、これもちょっとまあ長い話になるのでぎゅって話していただいいんですけどぎゅって話すと、もともとココナッツって自分で言おうって思ってたのが緊張して噛んで酢になっちゃったコていツココナッツそれがどんどん残ってるんだナスが、そうな成長 成長、ええー、私。 そもともとコ,コナはすごいしっかりしてるイメージがあったからだ<あ>からなんか後輩とか先輩とか思わず戦友、うん、として専用としてね <laughs> まあ思ってたからそれこそオニパン、はい、オニパンズの,その、はい、一緒にダンス踊らしてもらった時とかも「はい、お願いします」ってこう結構明るい感じだったし <laughs> でこの間「えっ、ー、とラブライブ!」のユニット甲子園で一緒だった時に、はいうん、顕著に「あっんかすごい!」 マネージャーみたいなお母さんみたいな人がいるみたいなどういうことどういうこと,ううこと <laughs> 人がいたんですようう楽屋コンコンってされて開けたら、うん、ココなんか立っててはい朝日、うん、さん 写真撮りたいって言ってる子がいるんですけど、よろしいでしょうかみたいな。あなたじゃないよねみたいな。おおおおって言ったら、子がいるんだ。おおおおって言ったら後ろからあのカンカンが横出てきて、ほらいいよ横に立って、はい写真撮ってあげるからいいのいいなよみたいな。そういう人がタノさんと写真撮りたい。らしい。で全部ココナがもう。アテンドして。カンカン多分ね本当ね0.1言葉ぐらいしか喋ってない。え本当に。でも全部ココナが。 説明してくれて言ってくれてい,いますね。そういうマネージャーさんいます。マネージャーかなかみたいな。すげえかっこよかった。<laughs> うん。ありがとうございましたみたいな。マネージャーパンパンもよろしくお願いしますみたいな。<laughs> マネージャーかおかんかですね。確かにそのね。いや、そこを見た時に、うん、なんかあ、なんかこう自分のことだけじゃなく、うん、誰かをサポートする。 というもう抜群のサポート力が成長したなと。私も見ら見習わなきゃみたいな。私もここを目指して頑張ろうみたいな感じになった。すごいですよね。だって最近高校を卒業された。そうだよ。っていうことですよね。落ち着きすごくない？落ち着きすごい。私十八時このじゃなかったもん。そんなこんなじゃなかった。知らないでしょ。こんなじゃなかった。いや違う自分も自分もこんなじゃなかった。いやだからすごいなと思ってなのでそのねメールいただいた。はい。 さんもともとねやっぱりねだから成長をらにしたなって思うことはいっぱいあるけどいい意味で変わらずでもそういうサポート力みたいなのはますます広がって絶対さっき同じステージに出たって話でステージ上でのやり取りの話とかパフォーマンスの話とか絶対来るんだろうなって思ってたら急にガクガク上がっな どうですか高校卒業されて確かにへえ変化が本当に多いですねまあ時間がまず違うよねそうですね生活習慣が変わってくなるもんそうなんですよでんか夜帰っても宿題ないしとかそうかそうかんかアフレとかあったら見直したりとかはあるんですけどんか明日提出物の確認もしなくていいしみたいなじゃあんか夜更かししちゃったりとかしちゃいます あそっか東京にちょっと前に出てこられたってことなんですけどどうですか長崎から東京にやってきていやコンビニの駐車場が狭くってそもそもないよそもそもなんかこう道沿いにあるので徒歩の方とか自転車でとかなのでまあ2台とか3台ですよねあって2台とか3台あればね都内の都内なんて 自転車すら置けないからういい自転車も置けないからさえっ運転しないのしないでしないです,いですそ,それ気にする人ってね運転する人だからもしかしたらもう免許取ってんのかって思っちゃいましたね <laughs>、うん え、でも免許とかどうなんですか?。え、取りたいんです。取るべきよ、長崎に帰ってさ、乗りたくなる。絶対取った方がいいです、早めに。早めに取ってさ、あの、私の車貸すから、いい。怖い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 。面白いね、コンビニの駐車場を言う。コンビニの数がとか、そういう話かなと思ったら、駐車場。え、長崎って、なんか、その、長崎だけにあるスーパーとか。コンビニとか。ご当地のやつね。 ちなみに私、兵庫県出身なんだけど、チコマートっていうの知ってる知ってる知ってる?。チコマートっていう、あの。あれでも関西だ。関西だけの。ないかな、なんかそういうの長崎って。スーパー、エレナ。知らない。知らない、知らない。それなんか、あ 当たり前にあるみたいなそそうう。エレナはないエレナないですか今全員、全員知らなかったそうか何エレナってあのスーパーであのゾウさんゾのゾウのマークマークのスーパーがあるんですよエレファントってことあ、たぶんそうあ、そういうことだと思いますエレファント、なはどっから来た長崎エレファントなみたいなエレファント長崎の略 なんかプロレスラーみたいなエレファント長崎すごいねエレナかしら知らないなそうか絶対あるよほかにも絶対ある気付いてないだけですね気付いてないだけだ薬局とかも絶対あると思うす今んとこだって変化がコンビニの駐車場とエレナがないってもねそうだよねというところでねそろそろ一度ね曲かなんかを聴かせてもらおうかなと思います お願いします。曲紹介。はい、えー。ここで一曲をお聴きください。えっとですね。ラブライブはずのすら、小学院スクールアイドルクラブ。からのサードシングル。ブルームザスマイル、ブルームザドリームです。現在放送上では、曲が流れていますが。ポッドキャスト上では、流すことができません。想像でお楽しみください。 てる。楽しみ。持ち込み、SP、S. P.。皆さんからの持ち込みメール大募集中です。持ちアットマーク R. K. B. R. ドット J. P. です。砂なものお仕事も募集中です。<laughs> 森さんのマネージャーそれ <laughs>。持ち込みジャム。かっこり ということで引き続きゲストをお迎えしてお届けします。はい、今週お迎えするゲストはこの方です。はい、野中ココナです。お願いします。お願いします。さっきねちらっと話が出たんですけどメールが来てましてユニット甲子園についてのメールが来てましてこちらネームゆえよなさん。ありがとうございます。はい、あのまあユニット甲子園でアクアさんのディープロマンスを披露してくださいましたね。ディープレゾナンス。ディープあほだディープレゾナンスもう一回言います。うん。 ユニット甲子園でアクアさんの「ディープレゾナンス」を披露してく,、うん、くださいましたね、うんえー、もしよろしければその時のエピソードをお聞かせくださいってさっき面白いやつ出ちゃったんですけどあデーレゾナンス」だってねえ、うん、どうでしたか 確かにそうですねこれそもそもさあんな大集合ってあった今まで私なかったですそよねラブライブ!」での合同のあのステージっていうのはほんと初めてでそこだよまず言うなごめんなまずそこだまずそこなのよまずそこがそのどういう気持ちだったかなんかそのユニット甲子園というものをしますっていうのが来て詳細が来たうだよねあっ 田野さんと佐藤さんが思って私はその瞬間にでもすごかったですよ私たちのあのグループのグループラインも鳥肌立ってるもうなんでなんで多ノさんが鳥肌立つのいやイメージできるじゃんイメージみんながこうどういう会話をしたのか今感情移入しちゃったんだ感情移入がしてる今オッケーオッケーはいでグループラインでセイントスノーさんが出るぞってまあ嬉しいでその 自分たちのえっと持ち曲を披露するっていうのもあるんですけど、うん、そのちょっとかっこいいユニットで、クール,ット,クールユニットとかね、かプリティユニット、そうなんですよ、あるんですけど、うん、そこでもう私のこの名前とタノさんが並んでスクショしました。<ー>やわ、もうタノの中でいいじゃん。つなげちゃおうよ。 中の中、中の中、完全お笑い芸人じゃないですかそれ。中の中、中のですじゃないですかそれ。嬉しい。そこからも当日までずっとワクワクドキドキしてました。リハもね一緒だったりしたからさ、回数少なかったけどねリハ。そうそうそう、私もすごい嬉しかったですよね本当に。まずセントスノがこう久々に出るっていうのもあったし、その大集合で本当にいっぱいいるから今学校がその中でやっぱね、そのグループ分けされた時きに。 私も、ココナと一緒だと思って、すごい嬉しかった。何の緊張もなかったし。絶対いけるって,思ってたから。緊張しました。緊張しましたよ。嘘しましたよ。掛 <laughs> け声担当してたじゃん、<張>最初。緊張してないの田野さんだけだよ。最初掛け声ね、はい、うん。出てくる時。みんな行くぞー、みたいなやってたからさ。うん、いざ、いざと思いながら。やってたよ。 さんん緊張しなかっただ楽しいいもう楽しでね楽そのままいっちゃった続きましてまたもちろネームマッツンさん「サムさんトンさんこんばんはそして田中さん持ち込みにお帰りなさい」泣きながらメッセージ書いてまでちょっとお聞きしたいのですがいろいろ書いてはくれてるんですけれどもちょっとばさせてもらって自分磨きのために意識してきたことはありますか自分も少しでも参考にできればと思います。 自分磨き自分磨き、自分磨き難しいですよねでも私はやっぱり日記をつけるあ、日記つけてるんすか。書いてるずっとそうですね数年前からずっと書いてて、えー、でなんかもう分かるんですよその日記を振り返ると「わもうこの時絶対ネガティブじゃん」とか「この時すごい前向きだな」って思ってでなんかその時のページを見てちょっと不安だなとか「明日大丈夫かな?」とか。 今ちょっと自分へこたれてる時期だなとか思った時にそのもう意欲というか、うん、自分の中ですごくこう前向きな時期のページを見て,見てそうです。結構読み返すんですねじゃあ。読み返しちゃいますね。<ー>どれくらい書くんですかその行数とかページ数とか。あでも一ページに二日分。二日分あじゃ半。めっちゃ書くじゃん。めっちゃ書きますね。書きますね。すごい。 なんか書いたりとかするの好きなの。大好きなんです。ほら、アナログ。文字書くのめっちゃ嫌いなんの、私。字が汚いからね。字綺麗なのよ、多分。もうね、字を書くのが好きとか、日記を毎日書ける人っていうのは。字が綺麗、もう決定、これは。あ、僕も字汚いわ。もう絶対決定、ちょっと後でさ。字もうね、もうね、もう五百パー、あの聞いてる皆さんが、もう想像してる以上に字が綺麗。絶 たいにもうこれはね私の経験上えなんかずっと書ける人っていうのはちょっと自己分析ちょっとこの辺に書いてもらっていいですかちょっとちょっと何を書いてもか分かんないです名前とかえちょっとタノワさん見て書いてもらおうタノワさん見て書いてもらおういいんですかでももちろんごめんありじゃあタノさんの方に書いてもらおえちょっとここにそうタノさんの方に書いてもらタノさんの台本に書いてありがとうちょっとその下に私も自分で書くから比較ね <laughs> その間にじゃあ私は自分の話をしようかな <laughs>、うん、自分磨きねなんかね私はね自分磨きとは言わんけど日々やっぱり自分の変化は気づくようにしようとしてるから。<ー>あれなんかちょっと今日メタル落ちてんな、うん、な,んでなんでな,何がなんでな何がなんでだったんだろうとかっていうのを考えるけど悩んで寝れないはない 寝れないはないんだ寝れないはないから日々の積み重ねそれ夜寝るときに考えるんですかいやいやあのお風呂入ってるときとかいつとかなんかふと急なんで私さっきあんなに落ち込んじゃったんだろうとかなんであの言葉で引っかかったんだろうって考えるそれでなんかこう結論を出すんですかその考えていやいや出ない時もあるしやっぱ気にしなくていいかそういうもあるし あなんかホルモンのせいだったなとかなんかのせいにしたりとか。<laughs> それはあれですか？良くなかった時に考える。いい時も考える。いい時も考える。えめっちゃ今日楽しかったとか。多分今日もいやクコナと喋れたな楽しかったな。<laughs> えにいき何書いてんだろうとかさ。<laughs> そういうのを考えながら多分日々な感じかな。書 <laughs> けた？ほら。 もう綺麗だわさん。そうですね。ただペンの問題も。早く。めっちゃ綺麗じゃん。自分のペンがあるので、じゃ恥ずかしい。自分ペンがある。じゃあ、ほら、ほら、自分こだわりのペン。あ、ありがとうございます。はい。見てんでちょっと早くたのさん書いてほしい。たのあ先輩って書いてください。もうマジでこれやっぱ超超地綺麗じゃん。意識せずにささって書いてたのさんあのいつもの感じで書いて。絶対たのさんの字も好きです私。これだよ。 いやーほらもう向こうば、加野さんの字はね番長の字だわこれもうやだわ字から番長があふれてる絶対のこのこれがわかんないだって字の大きさはバラバラだもんうんなんかここらいてみるかこのラジオで伝わりにくい企画ですよすごいですあのねなんていうんだろうねあ、なんだろうな加野さんの字は全部等間隔そう綺麗に等間隔これなんなんだろう ちゃんとその、なんていうかね、面が揃ってるえ、なんかさ、ちょっと質問していい、はい、なんかさ、例えば自分ね、考え事とかするじゃん考え事、はいなんかノートとかにさ、書いたりするまあ書きますえ何<っ>何 <laughs> <laughs> そんなに驚くのえ、書 <laughs> いてさ、例えば消したりと、とこれは終わったとか、すぐやるうん、うん、あやります、チェックしちゃいますいチェックリストえ<っ>、<ら>ノート取るの得意だった授業 ノートを取れなさいほら真逆 <laughs> 真逆真逆だノートマジうわーあのホワイトボードとかにさ、うん、じゃあなんかこう箇条書きにしていきましょうって言ったらパって見てこう配分わかるタイプでしょわかりますね、まあ、私全然わかんないタイプなのじゃあ,あの書いてってはあ出すあマスが下になっちゃった <laughs> どういうタイプなのよぽい <laughs> <laughs> 見て字 綺麗。ちょっと後で写真載せるね。写真載せましょう。ちょっとなんか SNS でね見られるようにしてもらいましょうか。なんて綺麗なのこれ。このあさみ先輩。ええなんかいいね。毎日日記を。毎日日記。まあそれで自分をこうトロしたりとか。インプットアウトプットして。切り替えの一つとかにもなりますね。寝る前にするのそれは。寝る前に書きますね。めっちゃ疲れてる日とかもう。すごい時もありますよ。なんかあでも文章になってる？ みたいな感じで、うん、結構ずっとマス埋めてく日もありますけどマス埋めてくなになにマス埋めてくってあ、だからとにかく字でく字を書いて,書いてなんか同じこと何度も書いてるけどみたいなえっ、なんかすごいわ書いちゃうすごいえ、今な何冊ぐらい四冊目はいえな、ー、にそのアニメの主人公みたいなさ <laughs> <laughs> ヒロインじゃんそんな毎日日記を書くなんてヒロ, <laughs> ヒロインの属性だこれは <laughs> ヒロインじゃねえかよ <laughs> えじゃあこだわりのペンとかあるってことですか。はい零あの零点三七うわ零点三三七私零点三八うえこの人零点三七とあんの三七ありますねがいいのがすごい自分の中では書きやすいボールペンはボールペンのえ消せるやつ消さないですほらほら消さない消す必要ないんだよな間違いないからそういうことなんだよもうこれはねもうね。 書ける人です <laughs> 消さないね、ペンをえ、ちょっとなんかさココナの番組でもいいわ。なんかさ、はい、あったらさじゃあこれを書いてみよう選手権みたいなのでさ一緒に書いてみようよ一緒にこう字をね書くだけだからみんなはもう時間になっちゃうと思うけどでバーンってやろう全然違うと思うから <laughs> 企画で。やっぱその時はお気に入りのペン持ってきてもらって,って100%の性能を出してもらって私は消すよ、はい 私はやり直す。他のさフリクションなの。一 <laughs> 人だけ一人だけフリクションなの。ずるくない。<laughs> いやすごいわ。え人気書いてるって言ってる？ああでもなんかちょこちょこ言ってますけどあんまり言わないかもしれない。これはちょっと小学館小学館ちょっと <laughs>。日記出版超やだよ。<laughs> 隠してあげてそれも。<laughs> いやすごいですね。うん、うん、だってまあね自分磨く。うん まあ自分と向き合うってことだね。はい、すごいいい質問でしたね。ありがとうございます。ういますはい。でもう結構時間があれなのであとお名前のみ紹介させてもらいます。うん、はいえー、持ちのネームダイさん、うん、え青、ー、い図書頭さん、えー、カオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね告知関係をねしないとここココナのココナのフーソナルの話ばっかりしてます。から <laughs> まずは兄様ですかね。はい。はい えー、アニメロサマーライブ2024スターゲイザーの Day2 の方にハスノソラ学院スクールアイドルクラブ村野紗友香役として出演させていただきます初めてですねアニ、うん、様はお、アニ様も初めてだし、はい、じゃあ埼玉,ーー埼玉スーパーアリーナも初めてですいいですね埼玉スーパーアリーナ、はい、埼玉スーパーアリーナは歌いやすいです <laughs> 本当ですか私は好きでした<は>うんすごい好きだった そしてですね9月12日の木曜日13日の金曜日にですねゼップ羽田にて蓮野、えー、空女学院スクールアイドルクラブ初のですね有観客バーチャルライブ蓮野、えー、空女学院スクールアイドルクラブ103期フェスレッグライブファーストクロッシングも開催されます,す有観客バーチャルライブ。はい あんまり聞かないと思うんですけどな、ね、なんかかわらないけどすごそう今104期でハスの空が去年103期でその1年間の集大成みたいなものを2日間,間に分けてそうなんですすごいねみんな木曜日と金曜日だからねいいですねそうこれ。<laughs> ね、あの飛行機で飛行機近いから羽田そう羽田で降りたらもう,うす,すぐ全部羽田なんで,で、はい、ちょっと私もこれどっちか狙いどころだな、はい、もしいたらごめんね私 <laughs> <laughs> 一緒に楽しんでるなと思って一緒に楽しみましょうはい,はーいということで、うん、ねあの引き続きあのココナの,あの情報とかいろいろねク X とか、うん、ホームページとか見たら、はい はい、終えると思います。よろしくお願いいたします。ますじゃ、なんか最後にね、ぜひぜひ、あの、聞いている皆さんに、ここだから、はい。 あのココナのことでもいいですし、仕事のことでもいいですし、<あ>今日食べるものでもいいですし、何かお話を,をお願いいたします。<laughs> <laughs> はい、えー、久しぶりに、うんえー、ここに来れてすごく嬉しかったですね。うん、いはい、あとなんかこうアットホームな感じでお話ができて、うん、は,いはい、嬉しかったです。えー、私もですね、カノさんを身に習って。ええ そんなもうテンプレみたいなこと言わんでい, <laughs> いいのにありがとう本当にすごく尊敬してる先輩なので、はい、私もこれから声優としてそしては一人のこう。うん なんでしょう、人間、人としても、もっともっと成長できるように頑張っていきますので。皆さんもぜひこれから、たくさんチェックしてくださったり、もしね、ライブだったり、これから出演する。アニメだったり、そういうものをね、あの楽しみに待っていてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲストは声優の野中ここなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 上がったのでエンディングもゲストにいてもらおうと思うんですけれども。 オープンレックで配信とかされてるって聞きましたけど。そうですね。えっとオープンレックの方ではですね、野中ここのピコピコ部屋はここなんですと言ったゲームチャンネルですね。はい、ゲーム鑑賞が趣味なのでそれを形にしてみようということで。ゲーム鑑賞が趣味。鑑賞が好きなんですけど。やるんじゃなくて見る。見る方が好き。これもわかる。私もできないから見る方が楽しい。あるショーで横からいろいろいやいやいや言うんでしょ。いやいや言わない言わない。たまに酔ったりする。画面で。はい。とあと ニコニコチャンネルプラス二点の中古奈のレック中というまあいろんな企画に挑戦するバラエティ番組もあります。これだなじゃあ文昭格やつだ。これだな。勝手に決めてる。人の番組の内容勝手に決めてるよ。先輩がいやどっちもねぜひ皆さんあの引き続きあの見てくださいよろしくお願いいたします。はいということでね今日たくさんいただいたんですけれども番組ではもちろんあの皆さんからの普通タ持ち込みネタなどメッセージを募集していますメールアドレスは持ち アットマーク rkbr.jp です皆さんあの X で持ち込みちっちゃい2をつけてポストしてください見ますねはいそしてこの番組持ち込み SP はポッドキャストでも聞けますスポティファイやアップルポッドキャストアマゾンミュージックなどお好きなプラットフォームで検索してみてくださいというわけで次回もこの時間にお会いしましょうお相手は砂森たけてると田野あさみと野中ココナでしたまた来週ジャイーンって言の田野ジャイン <laughs> ジャイン <laughs> <laughs> 数学教師芸人の高田先生だよーん。高田先生の算数ワクワクラジオ、算数が不安なあなたを算数ファンに変えるポッドキャスト番組です。Apple、Spotify、Amazon、ラジコなど各種音声プラットフォームで配信中。4649よろしくー。